イギリス政府が保有する核弾頭の数をおよそ1.5倍に増強する方針を発表しました。影響力を増す中国などの脅威に対抗する計画です。イギリス政府は保有する核弾頭の上限を現在の180発から260発に増やします。これは外交や安全保障の中長期計画として発表されたもので、 核戦力を増強する中国や関係悪化が進むロシアの脅威に対抗する狙いがあります。また、年内にはインド太平洋地域に最新鋭の空母を派遣する計画もあり、対中国で日本などとの連携を強化していくとしています。中長期計画の見直しはおよそ10年ぶりで、今回は冷戦の終結後最も大きな変更となっています。